を語っててね、興味深い、まさにね、世襲の女性議員を増やすべきだと、それが現実的だというね、言い方しとるんですよね。で、これを文章ちょっとね、取り上げてみたいと思うんですけれども、まあ、ちなみにね、最近の世論調査でね、毎日新聞の調査だと、次の首相に誰がふさわしいか、ね、野田聖子氏は 2%。で、産経新聞とフジテレビネットワークの合同調査ではね、1.6% というような数字、まあ低いですけれどもね、彼女が自民党総裁にね、岸田氏の後になる可能性というのは非常に小さいと思いますけれども、ただね、やはり自民党の女性議員のね、親玉的位置にあるんでね、今後も大臣だとかね、それから党の要職に、引き続きね、つく、この可能性も高い、その意味でね、無視できない、人物、まあ、無視すべきなんですけどね、本来はね。ということで、まあ、このインタビュー取り上げますけれども。さて、実は昨年6月にね、この野田聖子氏とか、稲田朋美氏なんかが、わーわー言うのに答えてね、何も考えてない茂木幹事長が、昨年6月ですけれども、まあ、女性議員をね、10年間で30%にまで増やすという宣言をしました。でね、ちなみにね、茂木氏、次の首相に誰がふさわしいかっていう調査でですね、毎日の調査で、1%。産経の調査だとね、0.3%。で、産経の調査だとね、野党の泉健太氏が1.1%。これも低いですけどね。そのね、泉健太の3分の1ぐらいのですね、数字しか取れてないと。幹事長という立場にあるのにね、自民党のナンバー2ですよ。それがね、0.3%ね。まあ、いかにね、こう、人間的に信頼されてないか、人望がないかね、期待度が低いか、話にならない。まあ、彼、だからね、一応、茂木派の でトップという、その派閥の長男だというね、そこの部分を土台にして、まあ、首相を狙っとるわけですけれども、まあ、茂木派もね、これ派閥解消の流れ、まあ、表面的な動きですけれども、の中でね、何人かの、まあ、小渕優子氏はじめね、議員が抜けたということで、茂木派っていうのがですね、かなりガタガタになってるんでね、まあ、ほぼ茂木氏が、次の岸田氏の後のね、総理総裁になる可能性っていうのは、まあ、幸いなこと。なくなってる。彼もシエシエ茂木と言われるように、中国共産党べったりだしね。で、官僚に対してですね、もう偉そうにどやしつけるっちゅうので有名ですけれども、非常にね、そういう心の狭い男なんでね、早く消えるべきでしょうけれども、逆にですね、茂木派の中にまだとどまっとるね、木原稔防衛大臣ね、彼なんか安倍さんが非常に次世代の次の次のリーダーぐらいにね、期待してた人なんで、もう早くね、木原氏も勝負をかけていかないとダメですよ。数日前のですね、永尾隆さんとの、この名教授チャンネル特別版でもね、そのあたり、詳しく触れたんでね、そっちを見ていただければと思いますけれども、もう木原稔氏もね、ここ54歳。もうどんどんね、勝負していかないとね。で、アメリカのね、この共和党の大統領予備選に名乗りを上げた、例えばね、ロン・デサンティス、フロリダ州知事、45歳、ですよ。そのあたりでね、もうガンガン勝負かけてるわけでね。あるいはニッキー・ヘイリー、元国連大使も51、2歳という年齢でね、木原稔氏より若いわけですから、勝負をかけてほしいと。まあ、特にね、私、まあ、木原氏、自民党の中ではね、期待する、数少ない、残り少ない人材の一人なんでね、時々名前取り上げてるんですけどもね、さて、野田聖子氏のね、インタビューに話を戻すと、
このね、野田氏が言うにはね、これまでは自民党はね、女性の候補も自力で勝ち上がってこいと、こういう態度だったと。これはね、非常に、けしからんと。はぁという感じですけれどもね。政治家を自力でですね、自分の支持を増やしてですね、勝ち上がってくるっていうのは当たり前なんでね。だから、その自力で勝ち上がるっていうんじゃね、これの少数派の女性にとってね、気の毒だと、もっとプラスアルファの支援をしろというわけで、まあ、この時点でまずね、発想がおかしいんですけれどもね。でね、まあ、野田氏が言うにはね、衆議院のこう比例ブロックね、これは東京ブロックだとか、あるいは北信越ブロックだとかね、こう地域ごとにブロックが分かれてて、まあ、ここはですね、まあ、高速名簿式、1位、2位、3位とか、各政党がね、順位をつけて、あらかじめ名簿を、公表して、で、得票率に応じてね、例えば自民党3議席取れたとなると、名簿の1位、2位、3位が当選ということです。だから野田氏が言うにはね、まあ、そこにね、女性の名前を連ねるということによってね、女性議員は理論上は増やせると。でもですね、まあ皆さんご存知の通り、衆議院の比例ブロックというのは、まあ、小選挙区でね、落選した議員の、まあ、救済システムというね、そういう使われ方、が非常にですね、こう高いですよね、比率的にね。だから、例えばね、1位、2位ぐらいは、こう比例単独で名前が載ってる。しかし3位はね、同列でずらーっと小選挙区に立候補してる議員の名前が並んで、で、惜敗率の高い人から順番にね、こう通っていくと。だからね、衆議院の比例ブロックに女性の名前を上位に並べるといってもね、それはもう数人にとどまっちゃうと。だからそれだけじゃ不十分だと、まあ、野田氏は言うわけですよ。そしてね、ま、これもまあちょっと問題なんですけれども、だって女か男かトランスジェンダーかどうかとか関係なくね、優秀な国のためにね、プラスになる人間を名簿の上位に並べるっていうのは当たり前なんでね、男にバカが多いのと一緒で、女にもバカが多いっていうのは今の国会議員見てれば分かることでね、9割はどうしようもないバカですよ。ということでね、まあ、野田氏も含めて、というところまでは言いませんけれどもね。さて、それでね、参議院の方の全国比例区ね、これは、得票数の多いね、人間から順番に通っていくと。だから個人で票をね、稼がないといけないシステム。だから野田氏はね、これでは平等にならないと、女性にとってね。これもね、意味わからないですよね。自力で票をね、たくさん取った人から順番にね、参議院の全国比例の場合には、まあ、まあ、皆さんご存知でしょうけれども、例えば全国比例の得票数でね、自民党が、10議席取れたと。そしたらね、個人の名前を書いてもらってね、その名前、個人名が多い順番に10人通るというね、システム、これの方がね、合理的ですよね、有権者の意思が反映されるんでね。ところがね、これだと女性が増えるっていうね、こうビルトインされたシステムじゃないから問題だとこう言うんですよね。まあ、勝手な理屈ばっかり並べてますけどね。それでね、野田聖子氏が言うにはね、この男性議員は、建前上ね、いや、女性議員は増やすべきですと、聞かれるとそう答える、まあ、茂木氏なんか特徴の、まあ、典型ですけれどもね。ところがですね、みんな、俺の選挙区以外にというふうに考えてるんだと。まあ、それはそうでしょうね。ただ、それはね、女性議員に関しても言えることでね。野田聖子氏にしろ、稲田朋美氏にしろね、松川るい氏にしろね、全く無能な、国会議員ですけれども、彼女らがね、女性議員を増やすべきだというときには、
自分の選挙区、自分の選挙区は、これは私のね、私のもう既得権益だと。ここにね、ライバルの誰か女性持ってくるなんて、これ絶対許せないと。私はもう当然既得権益として、今度この選挙区で議席を守ります。他のね、他の男の、議員がいる選挙区で女を立てろっていうね。これ身勝手な話でね、自分の政治家としての実力に自信があるんだったら、いや、私の女だけれども、まあ、私の選挙区でね、まあ、優秀な女性にどんどん出てきてほしいから、どうぞ私の選挙区でね、予備選を自民党としてやりましょうと。どうぞ女性議員も含めてね、私チャレンジしてくださいと。私より予備選で票が上回ったらね、その人と変わりますと。こう言うべきなんだけれども、完全にも自分の議席はね、まず確保っていうのが、まあ、これ大前提に あるんですよね。それでね、野田聖子氏というとね、以前この名誉教授チャンネルでも取り上げたことがあるんですけれども、まあ、私一番印象的な写真としてね、まあ、彼女がですね、2017年の7月のね、11日ぐらいから中国へ行ってね、これ女性議員団を率いてということで、自民公明の女性議員、ずらっと10人ぐらい引き連れてね、野田氏が行った。そしてね、中国共産党の、まあ、女性のですね、まあ、習近平の手下の、太ったおばはん、それのですね、まあ、つまらない話を聞いて、大いに感動しましたとか言っとった。でね、重要なのは、その時ね、ノーベル平和賞を取った獄中の民主活動家、まあ、最近、獄中死というか獄中殺されたね、ロシアのナワリヌイ氏と、まあ、よく似た立場にいたね、劉暁波氏、本当に勇気のある、ね、民主活動家ですよ。そう、劉暁波氏がね、肝臓がんで、もう危篤状態というちょうどその日に行ってね、で野田訪中団が行ったね、翌日に劉暁波氏は亡くなったんですよね。で、国際的にはね、劉暁波氏をとにかく刑務所から出せと、そしてね、海外のしっかりした治療を受けられるように、例えばドイツなんかはね、受け入れますと言ってたんでね、海外にね、こう移送しろというね、中国共産党政権に対する批判っていうのは国際的に高まってました。そういう時期にね、言っとるんだけれども、この劉暁波氏のこと、そして人権問題一般に関してね、一言も触れておらんですよね、この野田聖子訪中団。ここにね、外務省出身の松川るい氏とかね、今万博担当大臣をやってて、万博に関して何の役割も果たしてない自民英子氏とかね、入ってヘラヘラ笑っとるわけですよ。その写真、ありますけれどもね。こんなね、塚みたいな女性議員を増やしてどうするのかと。だからこのね、訪中団のメンバー見てたら、あ、こんな連中増やしちゃいけないなっていうね、見本市みたいなもんですよね。その代表が野田聖子氏で、野田聖子氏はね、まあ、2番目の夫がですね、元反社だということ、まあ、週刊誌的に問題にされてます。でもね、それはまあ本人が堂々と認めればいいんですよ。いや、反社じゃないとかね、無理な言い訳しとるけれども、いや、夫は元ね、反社でしたと、組関係者でしたと。でもね、しっかり構成して今は真人間としてね、働いてるんだと言えばいいわけですよ。その元ヤクザでもね、足を洗って立派な活動をしてる人いるわけですからね。ちなみにね、私の母方の祖父もね、地方の、まあ、大阪枚方市っていうところでね、まあ、土建屋だったんですけれども、私の祖父の時代の土建屋っていうのはね、そういう、こう組につながってないと仕事を取れないと、まあ、今もそういうね、要素残ってますけどね。だからうちの祖父もね、まあ、土建屋ですけれども、同時にね、スナックとか喫茶店とか小さな映画館なんかも経営したりね、してましたけれども、まあ、時々ね、いや、ちょっとね、組同士の出入りになっちゃったんで、しばらくね、姿を消すからなと言ってですね、何週間か
どっかに、姿をくらますと、襲われると危ないっていうんでね、まあ、そういうことがあったと聞いてますけれども、だからまあその厳密にね、言えばですね、まあ、反社に連なってたと言えるかもしれませんけれども、まあ、私の記憶する祖父はね、こう土建地方の土建業者として、仕事をしてる人でしたけれどもね、まあ、だからね、まあ、そういうことはいろいろあるわけですよ。で、まあ、私もそれを今オープンにしてますけれどもね、そういうことをね。で、だからそれ堂々と認めてですね、いや、今は足洗ってんだからと言えばいいんだけれども、まあ、それはそれとしてね。で、この、で野田聖子氏のね、この産経インタビューで最も問題なのはね、こういうことを言ってるわけですよね。この女性の議員を増やすために現実的なのは、女性の世襲議員を増やすことだと。つまり現在ね、現在議員をやってる9割アホな連中が、自分のね、息子娘に、選挙区の地盤を譲ると。そのためにね、息子娘が一定の適齢期になるまでね、政治家適齢期になるまで、もう粘りに粘ってね、居座ると。いうパターンが増えてますけどね、まあ、私の地元の伊田直美氏なんかもそうですけれども、で野田聖子氏が言うじゃね、いや自民党の議員たちに求めたいのは、議席を世襲するときにね、息子じゃなく娘を選ぶようにしてください。まあ、そしたらね、女性議員が増えると、まあ、これね、もう完全に盗作してますよね、議論がね。世襲、これで安倍さんとかね、中川翔一さんのように、たまたまね、たまたま、父親や祖父、某政治家だったけれども、本人も非常に勉強家で立派だという人がね、まあ 0.1% ぐらいはいますよ。でも大抵のね、世襲議員っていうのはね、もうふらふら、何の勉強もしてない。まあ小泉グレタ慎二郎氏なんか見ててもね、あるいはその親父の、小泉純一郎氏、あれも何事も深くね、勉強したことがない。もう、へら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 生きてきた、男ですよ。はったりだけはまあね、うまかったけれどもね。で、今、小泉純一郎氏の方は、反原発遊びにね、吹けとる。息子もその影響を受けてね、まあ、機微に伏しとるような面があります。だから私、小泉グレタ慎二郎と呼んでますが、本家のグレタさんの方はね、火力発電所を動かすぐらいなら原発を動かすべきだと言ってですね、まあ、この議論自体も問題なんですけれども、この非常に効率のいいね、火力発電所っていうのは現実問題ですよね、こう使っていくべきだと、まあ、私は思ってますしね。ただグレタさんの方がね、まだね、小泉グレタ慎二郎氏のようなね、あ、まあこう手下というかね、エピゴーネンというかね、まあ、そんなに比べたらね、マシですね。でね、この、そして女性議員をね、そういう世襲のような形でね、増やせとか、野田氏ね、まあ、この、呆れますけれどもね、で、ついでに言うとね、この野田聖子氏を首相にっちゅっていう、まあ、動いてきたね、中心人物の一人が、今、国会対策委員長やってるね、浜田康一。ちょっと前まで防衛大臣やってましたよね。まあ、見識のない男ですけれども、彼、だから野田聖子氏をね、首相に中で大いに動いてました。まあ、それだけでもね、野田聖子氏っていうのは、まあ、社民党に近い、考え方、発想を持った人なんでね、それをね、首相にっていう、まあ、この浜田康一氏のような、まあ、こういう政治家結構自民党多いんですけどね、でそれが今ね、国会対策委員長をやっとるっていうね。で、さっきも言ったようにね、茂木氏の、次期首相にっていう期待度 1% 以下ですよ。で、毎日新聞の調査だとね、岸田首相にもう一回やってほしいという人も 1%、 自民党のトップ2、つまり総裁と幹事長、合わせて 2%。野田聖子氏の数字と一緒っちゅうね。もういかに自民党という政党の現状が、もう破滅的なまでにね、ひどいか。もう末期症状。もういいところですよね。で、
まあ、そんな生徒に期待をかけてても無駄なんでね、まあ、私は百田さん、直樹さんとね、有本香里さんが率いて頑張っておられるね、日本保守党にどんどん伸びてもらいたいと思ってますけれども、さて、でね、日本社会はね、優秀な女性ならね、まあ、どんどん重要な位置につけるんですよね。でね、ちょっと写真出しますけれども、これは10年以上前にね、私とね、桜井よしこさんと、で、今やもう転落してしまった稲田朋美さんがね、並んでる写真。これ福井のね、ある会合で撮った写真なんですけれどもね。桜井よしこさんが今稲田さんについてどう言ってるかは、まあ、ここでは言いませんけれども、まあ、高い評価であるはずがないんですけれどもね。まあ、ちょっとこの紹介、できないようなね。まあ、これ以上言いませんけれどもね。それでね、桜井よしこさん、まあ、私も役員を務めてるね、国家機能問題研究所の理事長ですけれども、これはね、桜井さんが女だから、理事長に祭り上げられたと、一応看板としてね、女を据えとこうというのではないと。実力的にね、桜井さんが一番いいと。いうことで、理事長の座におられるっていうのは、これはもう万人が認めるところですよね。実力があるからですね、きちんと評価されて、理事長になってて、私自身、桜井さん、すごい人だと思ってるからね、まあ、その元でですね、まあ、いろいろ仕事もしてるわけですよ。でね、まあ、もう一人挙げておくとね、まあ、日本保守党のね、さっき名前も出しましたけれども、有本香里さんね。彼女も、まあ、桜井さん同様、ジャーナリストとしてずっと活動してこられてね。で、今、まあ、百田さんと組んで、まあ、百田さんっていう人もね、まあ、彼、天才タイプですけれども、いろいろですね、まあ、5歳児だとか、有本氏よく言ってますけれどもね、まあ、天才にありがちだね、こう気まぐれな行動も、あったりね、それをうまく討議しながらですね、有本さん非常にね、頑張っておられますけれども、彼女に関してもね、女だからなんか引き上げられたなんて、これ誰も思いませんよね。まあ明らかに実力で現在の立場をね、築いておられる。だからね、そういう人、桜井さんとかね、有本さんとかね、他にも何人もおられるけれども、そういう人をね、モデルとして、打ち出すべきなんですよね。そして、ああいうふうに自分の実力でね、きちんと立場を築いていこうと言うべきなんだけど、まあ、野田聖子氏、稲田朋美氏あたり、あるいはエッフェル松川るい氏ね、その辺、まあ、要するに何の実力もない。だから、制度をいじることによってね、まあ、言わんよですね、世襲の女性議員を増やしましょうなんていうね、そこまで言ってると。でね、稲田朋美氏とね、松川るい氏が、最近非常に接近してると、言うんでですね、まあ、私も SNS で発信したことありますけれども、まあ、るいは友を呼ぶというね、いうふうに言われてるらしいですけれども、松川るいと稲田朋美をかけてね。で、松川氏も元外務官僚だけれども、彼女はアメリカのこと何も知らない。アメリカの警察はね、黒人を虐待するのをやめてほしいとかね。まあ、青なこと言ってですね。まあ、要するにアメリカの左の言論の受け売りをしとったんですけれども。で、まあ、もちろん批判されてね。いや、私の考えが足りませんでしたと。言うんで、訂正取り消ししてますけれどもね。何年か外交官やっとったんだと。まあ、話にならない。それから、北朝鮮の金正恩はですね、経済改革の方にも舵を切ったからね、協力するのがいいとか、まあそういうこともね、口走ってると。これは私直接には聞いてませんけれどもね、複数の人から間接的に聞いてます。ということで、まあ、全くね、議員としての能力ありません。まあ、そういう人間がね、こう、女性議員の代表みたいにね、のさばっとる、わけですけれどもね。で、そしてですね、
こうマイノリティ、こうアメリカで現に起こっている現象ですけれども、女性をですね、マイノリティと位置づけて、いろんな意味で、このその議員の数とかね、あるいは会社の CEO、社長ですよね、の、か、あの、数、数比率、女性、増やさないといけないと。そのために、こう人工的にですね、こういわゆる下駄を履かせるというようなことを、まあ、いろいろ行われてきてます。で、もちろんアメリカでもね、本当にもう間違いなく実力で、のし上がってるね、優れた女性も多いわけですけれども、でね、マイノリティを無理やり優遇するっていう話になるとね、おいやいや、女性よりももっとね、トランスジェンダーの方がマイノリティでしょうと。だからトランスジェンダーのね、議員の比率、増やせ、一定、程度確保しろとか、こういう話に当然なるわけですよ。アメリカでもそうなってきてるしね。で、さらにね、最近ね、トランスジェンダー、これ古いと。今の最先端の流行りはね、ノンバイナリーだと。で、ノンバイナリーのね、まあ、サム・ブリントンっていう人のね、写真もちょっと出しておきますけれども、この人ね、ノンバイナリーっていうのは、まあ、バイナリー、これ二分法という意味です。で、ノンバイナリー、この場合だとね、男女という二分法を拒否する立場。男でも女でもありません。私は生物ですと。だから、男性用トイレであれ、女性用トイレであれね、どっちか空いてる方を使いますと。何が悪いのと。男、女という区別にね、こだわってる方がおかしいんだと。私はね、ノンバイナリー。そういう二分法を拒否する立場なんですと。いうんで、このサム・ブリントンという人ね、この男詐欺だろうという人が、まあ、アメリカでは多かったんですけれども、これ、バイデン政権がね、そのバイデン政権というのはとにかく全方位左翼迎合政権ですからね、バイデンという人自身が、そうですけれどもね。で、このサム・ブリントンという男をですね、エネルギー省の、次官補代理という、まあ、幹部ポジションにつけた、まあ、その後、このサム・ブリントンという人ね、空港で女性のボストンバッグ複数回窃盗したっていうことで、解雇されましたけれどもね。だから日本でもね、もうそうなってくるじゃないですか。このノンバイナリーを主張する人間をね、役所の幹部ポジションに何人か入れろとかね、議員にしろとかいう話になってきますよ。まあ、論外であってね、実力があればいいですよ、その人にね。実力があるんなら、ノンバイナリーであろうがね、トランスジェンダーであろうが、しかるべき地位にね、つけたらいいし、選挙で選ばれてもいいんだけれども、このね、女だからとかね、トランスジェンダーだから、ノンバイナリーだから、とにかく一定枠ね、その人たちに与えないといけないっていう、この左翼的な発想ね、これはもうとんでもない話 です。でね、いろんな人のね、名前も挙げてきましたけれども、この、まあ、野田聖子氏あたりにね、まあ、期待する声っていうのは政治家としてね、まあ、ほぼ今やないんでね、まあ、結構な話なんだけれども、ところがですね、上川陽子氏ね、今、外務大臣。で、彼女がこう自民党のにとってね、選挙の顔としていいんじゃないかっていうんで、麻生太郎氏あたりもね、もう80過ぎられてね、今、でも自民党の副総裁という立場で、まだ麻生派は絶対解散しないと。で、どうもそのね、派閥をね、河野太郎に譲りたいと思っておられるみたいですけれどもね。で、だから麻生さんあたりがね、上川陽子氏を推しとると、見られてる、そういう発言も麻生さんしてますよね。私は不見識だと思いますけどね、上川陽子氏、中国べったりだし、アメリカ民主党にもべったり、で、もう表情にこのね、動きがないですよね、正気がない。で、まあ、原稿読んでるだけの人でね。で、彼女もね、あれ男だったら絶対にね、次期首相候補なんて声上がってませんよ。全くね、特徴のないね、スカー議員だなんで。済まされてるでしょうけれどもね、女だから、次のこう首相に据えようかっていう、まあ、こういう話が出ること自体ね、自民党はもう腐る一方だということですよね。まあ、それで次回が来たんでですね、次回は
火曜日の夜7時から。